あこの女の人はスキップしてるよねこれね。She s skipping around. じゃあ一緒に読みましょう。何を着るかから読んでいきたいと思います。声に出してね一緒にね。One, two three 何を着るか。What clothes we wear? 先生の言うことを聞くな。Don't listen to the teacher。自宅にいることが重要です。It's important that you stay home. 選ぶことができる Can 彼女自身で By 私たち自身で By 外食が好きではない d o n e a t i n g o u t かな外食って外で食べることがにしようかな、ね、外で食べる が好きではないもう一回行きましょう。外で食べることが好きではない。Don't like eating outside。虫がいたりしてね。<laughs> 最初に、First。彼は何を変えたいと思っているのか。What does she want to change about his town? あ、ちょっと待ってね。About his town が書いてないね。彼は、えっと、彼の町 にアパートがついてだからね。ついて何を変えもう一回行きましょう。彼は彼の街について何を変えたいと思っているのか。What does he want to change about his town? 私たちの街に変更を求める。Ask our city to change. カフェテリアを建てる。Build a cafeteria. 三番目。Third. 三番目に。 第三にという意味もありますね私に投票してください Please vote for me 彼は何と言ったのか What did he say? あなたはどう思いますか What do you think? 食べたいですかちょっと待って食べたいですなのこれ食べたいです Want to eat 食べたいですからとは何でしょうどうなりますか Do you want to eat? となるよね 私には2つの理由があります。I have two reasons.2 番目、2番目、2番目、スメタイシ A cold meal。夕食に For dinner。生徒が T シャツを着ることを許可する。Allow、これ、Allow じゃないからね。Allow students to wearT シャツ。Kyosh として、As a teacher. LGBTQ の人々のために。for the LGBTQ people. 深刻な問題。a serious problem. 株主総会。英語で何て言うんです,て言いますか株主総会。株主総会ってだいたいわかる <laughs> 株ってだいたい知ってるよね。その株を持っている人たちがこの会社の人たちの 説明を聞いたりしてさらにこの人たちが、えー、いろいろなことを決めるのでそれ賛成か反対かっていうふうに言いますさらにこっちの、えー、っと株を持ってる人たちが提案したりとか、えー、これやめろとかこうしろとか言ったりしたりしてな何か決めるのを株に総会っていうらしいです <laughs> 英語ではこれです「シェアホーダーズ・ミーティング」こう言いますね